かに、80ぐらいですかね今。はい、そうですね。どうも、エルカチャンネルのショーです。今車の水温計がなんかこう結構上まで上りまして、そうですね、水温計の半分ぐらいになるかなならんかなっていう感じのところまで針が上がってましたんで、ちょっとボンネットを開けてみて、ちょっと中を覗いてみたいと思います。9月も終わりの方なんですけど、めちゃくちゃ暑いです。昨日がちょっと雨だったんですけど、って変わっても今日はいい天気で、まあ暑い暑い。ということで、ちょっとガジェターの三択を見てみましょう。あれなんか色がおかしい、なんか茶色じゃね。あ、湯気が上がりよ、カメラじゃちょっと分かりづらいかな。一応ですね、適量は入ってはいるんですが、色がちょっとこれはおかしいですね。後からでもちょっと冷えてから少しちゃんと見てみましょう。いやー、ちょっと休憩するつもりがいい時間になってしまいました。もう夕方もいい時間です。そしたらちょっとラジエーターの方に補充してみたいと思います。さあ、とりあえず入れちゃったんで、エンジンかけて様子見たいと思います。あれから20分ぐらいちょっとエンジンかけてるんですけど、いつもの1ぐらいになりましたね。これが昼の時はちょうどあの真ん中の100って書いてあるところら辺まで行ってたので、おおっと思ったんですけど、とりあえずまあ良さそうですね。まああんまりまたなるようであれば車屋さんに持っていきたいと思います。それでは今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。